な下策が通用するか。こういう卑怯な作戦は男らしくないっすね。ゴブタっすよ。あら、私にも内緒で。道理で何か変な気配を感じると思っていましたわ。雑魚が邪魔するな。この氷結の剣と同等の威力だと。雑魚のくせに生意気な。ヤムザが強いから手を出しちゃダメっす。私の攻撃をかわしただと。やばかったっす。はじめはこの一騎打ちの立ち会い人を務めるっす。やったっす。これでこの危険な魔人と戦わなくても済みそうっす。